すごいな、やばいわ。あっち側から多分見れるはず。でも25分かかるように全然見れない。なんか温泉に入ってる気持ちよさ。おはようございます。ベルファストサムです。これからご飯食べて4カ所の場所を回ります。はい、吉谷さん。はい。テンペイサンドでした。レタスがなかった。キュウリとチーズとハムで。もうちょい。4カ所行きます、今現在、まあ、大体ベルファストらへんなんですけれども、まあ、一つはザ・ダーク・ヘイジズっていうところと、まあ、それはなんか森ですね。2つ目がキャリック・ア・リード、なんか吊り橋みたいなところですね。で3つ目がここ一番行きたいんですけれども、ジャイアンツ・コーズウェイっていうところで、海沿いにすごい変わった地形でこう石がこう並んでるっていう風な感じの場所ですね。多分そこが一番いいんじゃないかなと。で 4つ目がね、お城で、その後はゴールウェイっていう場所に向かいます。でゴールウェイがそこら辺からだいたい6、7時間ぐらいかかります。だからまあ夜のうちに移動して、で明日 Wi-Fi ゲットって感じですね。ゲットだぜ。はい、すごいな。多分一生のうちこういうの二度見れるかどうかみたいな。俺は見れるけど多分いっぱい。間違いない。およそ300メートル先、左方向です。すげえな。なんかでもやっぱラテンヨーロッパにはないなんか独特の空気感、北欧にもないよね。これここに来るキャラバン止めた方がいいかもしれない。一旦このキャラバンバックであそこに入れてから向こう側に方向変えます。うっそうと茂ったね、森っていうかその木々で作られたトンネルみたいな場所があるんですけれども、ちょっと今日はそこに行ってみたいと思います。北アイルランドはね、有名な観光地の一つです。ちょっとあれ見てみます。うん、ブラックベリーやって。おーすごい。結構硬いです。
僕にとってすごいアイルランドって特別なんですけど、うんうん、なんか アイリッシュ音楽ってすごくなんか自分のなんか心の中の奥底をなんかこう揺るがすよう なんか美しさとか素朴さがあるんですけれども、うん、こういうアイルランドの景色とか見てるとなんかこう自分がここで生まれたわけでも育ったわけでもないのに、なんかそうなんじゃないかなってこう錯覚しちゃうような、懐かしさとか恋しさとかっていうのはね出てくるんですよね。でそれでそれを感じたのが8年前、最初に来た時、そうアイルランドに来た時、超綺麗。僕ね、これとね、めちゃくちゃ似た景色を見たことあるんですけど、はい、どこか覚えてないんですよね。どこで見たかな。続きましょう。ここ、なんなんやろ。散歩コースみたいな。こういう木々がすごく、なんかこう、有形って感じしますよね。なんかここで一曲できそうかな。うん、森の中、この先に出会った。この先森の先。マジ熊どこや。わさに出会った。俺みたい、どうや俺みたいやね。すごいっすね、森。すごい。ここやったら懸垂できそう。うん、ゆうた、懸垂できそうなとこあったで、これ。あ、まっすぐですね。持てるかな、これ。ちょっと、あ、太いな、ありがとうございます。森の中、ゆうたが。うわぁ、手が滑る全然持てへん。僕の旅の写真と文章の本をリリースして、そしてそれに伴ったその作った楽曲の CD リリースしてとか、うん、そういう風にしてなんか世界観見せてあげたら、ちょっとはなんか物語伝わるかなとか思って、要はなんか音楽家だけでいいのは、はい、好きじゃないし。絵もあって、音楽もあって、そして映画だから何に伝わったと思います、ね、うん、ファンタジーとリアルの狭間って結構なんか曖昧で、現実の世界でもほとんど見たことない景色とか体験とかしていくごとにそれってなんかファンタジーの世界に近づく、例えば中央アジアとかキルギスタンとかそこら辺とこ行ったら日本人映像すら見たことない国の、景色とか広がってる、要はリアルでもなんかあんまり体験したことないことを見せてあげること、ファンタジーに近いことだと、それを写真とか映像とか文章とかで、そしてそこに作った音楽をパックで見せることによって、うん、僕が昔感じた感動に近いので、次世代に見せてあげれるかなと。スイフトのガリバーレポートみたいな。で、その中にラピュタのこと書いてるんですけど、でもあれって、空想の物語のこと書いてる。ダークヘッジズを、見てきました。イエス、素晴らしいところでした。っていうか今回のアイルランドの旅で絶対いい曲できるよね。ここら辺のアイルランド人からしてもオランダナンバーでキャラバン弾いててみんな日本人で意味が分からない。
なかなかね、珍しいでしょうね。およそ400メートル先、右方向です。おー、綺麗やべ。うわ、この海沿いはやばい。いや、ここはやばい。ディングルハントっていう場所があって、ゴールウェイの南らへんに。それもね、ちょっとこんな感じなんですけど、すごい。これは違います。あれ、どこにあんのやろ。あ、この下。バス来れるやったら全然いいけど。でもないですね、橋は。あ、向こうかな。うん、向こうっぽいですね。ああ、しかし、しっかりお金取りそう。ハロー。 Hey guys, welcome to Carrick Reads. Are you crossing the bridge? Yeah. Okay, no problem. Okay, we don't go that place today. Okay. Sorry, yeah. That's no problem. Have a good day. Yeah, you too. たぶん、そこを登らなくても、あっち側から、たぶん見れるはず。おー、いい場所だった。これは見えるかもしれん。どうやろう。っていうか、ここめっちゃ綺麗やん。このグリーンがすごい綺麗。吊り橋見えないのかな。あ、見えてる。そっから見えてる。やばい、この景色。目的地に到着しました。お疲れ様でした。
spot, and then you detach your thing and then go into the other spot with your car. Okay. Yeah, no problem. Thank you. これお金かかるんですね。だとしたらここで演奏は難しいですね。そうか、2、30分かかるのか。途中雨降ったらびっちゃびちゃやな。あっちの向こうですかね、人がいっぱいいるところ、ね、そうですね。でも25分かかるように全然見えないですけど、うん、この子がこの、はい、これを見たいって、あ、これ見たいって言われたんで、てか私は家族がもう20年ぐらい前に、わざわざここに来てすごく感激したってずーっと言われてたから、でそれを話したら、で写真を見せたら、はい、絶対来たいって言うから、いや写真じゃなくって自分の目で見たいなってやっぱり思ったんで。どうでした、ここ良かったですか？今さっき原理を聞いてきた。なんて言ってた？なんか泥が、乾くと六角形になるのと同じ原理で。で今日この後ゴールウェイに行くんですよ。あ、そうなんですか。6時間ぐらいかけて。あ、これからゴールウェイまで行くんですか？はい。夜移動して、でゴールウェイではストリートやったりとか。あ、そうなんですか。そんな思いを込めて、ここに来た人いるんだなと思ったら、もうちょっと痛いですね。もうちょっとボーっとしてたよね。温泉に入ってる気持ちよさ。わかんないけど。なんか、幸せが染み入ってくる感じ。そこ見てたんですか。そう。晴れたからめっちゃ綺麗。ああ、そっかそっか、うん。ちょっと日が出たね。うん。じゃあつなぎましょう。はい。じゃあゆうた中。はい。お願いします。よし。これか。およそ300m先、目的地は左側です。おお、すげえ。っていうか廃墟やん。さあ。
どう止めるか。しゃあないか。8月29日、今から、ここ大体ロンドンデリーなんですけれども、ここを出発してゴールウェイの港に行って Wi-Fi をまずピックアップします。よし。これは子供の時に本当に宮崎さんの作品ですごい感動を受けて、ラピュタとかナウシカとか魔女の宅急便とか紅の豚とか、ああいうのを見てヨーロッパ旅したいなって思っていると思うんですよね。すごいですよね。ゴールウェイから北に60キロぐらいのところにいたんですけれども、まあその道中というかちょっと東側に、シャワー浴びれるところがあるんで、ちょっとそっちの方に場所を変えようかなと思いました。リュータが探してくれました。さすが。そこを寝床に変えて明日は移動しようかなと思います。Just turning around.